はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニューステイトやっていこうと思います。はい、ということでね、まあ今日なんですけれども、まあ最近ですね、話題のまああの内容についてね、まあ話していこうと思うんですが、これ音声後撮り動画ではないので、ちょっとね、考えが まとまってないかもしれないんですが、まあそこはすまんということで、まあこのね、ニューステ界のご意見番が、このニューステのね、汚れ切った素晴らしい世界にメスを入れていくということで、今ね、何が話題になってるかというと、まあ、SMG のですね、まあ、腰打ち当たりすぎだろ、おい、どうなってんだこりゃ、PC 版じゃねえじゃんっていうね、まあ、感じで、まあ、界隈をですね、まあ、騒がせているらしいんですけれども、まあ今回ね、まあ、アップデートで SMG の集団率が上がったというわけではなくて、なんか、ウージーのカスタム2が、まあ、追加されたんですけど、まあその能力がまあぶっ壊れだということで、まあ世間をね騒がせてるようです。さすがウージー様ですね。僕はウージー最強最強ってずっとね言ってたんですよ、カスタム2が来る前から。ただカスタム2が来てからどうやら本当に最強になったみたいで、でこの運費とかもね、まあ、結構強化されたんですけど、まあそれはまた、まあ、別の話で、まあ、別の動画でね紹介したいと思います。はい、でそう、まあ、ウージーが強くて、で、まあ、そのさ、ウージーが、まあ、今回目立ったからかどうかは知りませんが、もう、SMG の腰打ち強すぎだろ、やめろっていうね、まあ、話を、まあ、よく聞くんですけれども、まあ、なんだろうな、結構これずっと前からで、てか、なんなら、その、環境変わってなくて、その、ベクターがさ、ずっと強いって話、僕してるんですけど、ニューステイトのさ、タイトル画面見たらもう、一目瞭然なんですが、主人公キャラのサムがですね、ベクター握りしめてるんですよ。これ何を意味するかっていうと、そう、つまり最強武器はベクターだよって、まあ、運営が教えてくれてるんですね、最初から。まあ、だからシュラウドベクターっていうのはもうずっと強いじゃないですか。もう結構モサが好んで使うし、もうモサがさ本気出すわっていう時はだいたいシュラウドベクター持つから、シュラウドベクターイコール、まあ、本気みたいなね、もう本気の代名詞になるぐらい強いんですよ。まあ、だから、まあ、今回のね、まあ、アップデートで、まあ、ウージーのカスタム2がまあ目立ってるだけで、まあ、もともと SMG は強いですよっていう話で、で、まあ、その、PC 版にね、なんかこのニューステイトは、まあ、近づけるみたいなコンセプトが、まあ、あるのかないのか知りませんが、まあ、そういうのを期待して、まあ、ゲームをね、プレイされてる方も、まあ、もちろんいるかと思うんですが、まあ、なんか、僕の考えは、その、一旦さ、なんか環境をさ変えてみないかっていう、そのアップデートごとに環境が変わってもいいじゃないってそう思っちゃうんですよね。アップデートごとに例えば腰ダメが弱体化するアップデートが入ったり、だからその環境、そのシーズンでは ADS が強いよねとか、次のシーズンでは腰打ちがなんか戻って、腰打ちやっぱ最強だよねって、なんかそういうさ、なんかいろいろ工夫してみるといいんじゃないでしょうか。なんかせっかくさ、なんだろう、公式のディスコードとか、あとはツイッターとか、もちろん YouTube チャンネルとか、結構登録者いたり、フォロワーがいたりするんで、なんかそういったところでさ、アンケート取って、まあ、今シーズンは、こういう風にしてみようとか、なんかそういう風にね、まあ、柔軟に、まあ、対応していただけると、まあ一番ね、丸いのかなって思うんですよね。まあそれが、まあ、もちろんその、アンチチートとか、あとは、アップデートとか、あとはまあなんかいろいろ不具合の修正とかで、運営さんがまあ忙しいことももちろん僕は分かってるので、まあなんだろうな、うん。まあなかなか難しい問題だとは思うんですけど、なんかそういうね、工夫があってもいいんじゃないかなっていうのを考えております。はい。ということで、一旦芝くま。AKM これ、やばくない？この金色 AKM。かっこいいっしょ。ちょっと待って、俺さ、その話題のさ、SMG を使わないといけない今日は。だから、今日はですね、このウージーとベクターを使って俺はノンカツを取っていきたい。はい、いかに強いのか、まあ、百聞は一見にしかずということで使ってみましょう。まあ、ウージーはね、でももともと強かった、悪いけど俺もともとウージー推しだから、うん、もともとさ、俺ウージー最強って言ってたからね。これバトルパスのウージーです。皆さん買ってください。これめちゃめちゃ可愛くない？このレッドロット、普通に可愛いっていう。これにバイパーつけるのもったいないよなっていう感じなんですが、そう、ウージーはもともと強いって俺言ってるし、なんなら俺ね、ウージーで実績残しちゃってるんで、大会で準優勝かましたり、あとは、なんでだろう、大会で6位かましたりね、もう素晴らしい成績をもう出してくれてんですよ。ウージーは最初から僕に語りかけてくれてたわけですよ、そうやって。僕は強いよって。ね、もう僕もそれ分かってたしね。だからね、ウージーはまあもともと強いっていうの分かってて、まあ、さらに今回カスタム2で、まあ、腰打ちの性能が上がったことによって、まあ、ウージー腰打ち2機が増えてですね、俺もちょっとショックではある。だって、まあ、今まではウージーそんなまあ使われてなかったと思うんだよね。
結構珍しい武器かなと思ってたんですけど、これによってですね、ウージー使う人が増えたんで、なんか俺だけのウージーっていうその特別感がなくなっちゃってさ、僕は怒ってます。はい、ウージー強化しなくていいから。いや、まあ別に してくれても嬉しいんですけど、まあ、ただそうやってね、腰打ちの、アップデート、弱体化アップデートとかが入っても、まあ、楽しいんじゃないかなって思いました。なんかシーズンごとにさ、環境が変わったら、なんかやっぱり苦手な人得意な人いるじゃないですか。腰打ちが苦手な人、腰打ちが得意な人やっぱいると思うんで、まあ、そういうのはですね、なんか非常に面白いんじゃないかなって、なんか新しい風を吹かせてみるっていうのも、まあ、ありなんじゃないでしょうか。ベクターないな。セルフ AED をセルフで拾っていく男、サンキュー。いやーマジでな、ちょっとベクター探したいんだけど、まあ、ベクターなかったな。もう本当に悲しい。ここさ、アバンポスト入んの珍しくない？普通にエランゲル極限で俺アバンポスト入ったの初めて見たんだけど、みんなはどうですか？俺これ初めての体験です。はい、とてもびっくり、嬉しいです。はい、ないかな。ベクター落ちてないんかい。あとはなんだろう、強い武器のさ、スポーン率を、減らしてもいいかもしんないね。うん、強武器はもうちゃんと強武器って認めて、で、減らすと、湧かなくする、そういうのもね、ありかもしんない、面白いかもしんないですね。今シーズンはこの武器が強いから、この武器の、スポーン率減らそうみたいな、そういうのもあってもいいのかもしれません。はい、ということで、ちょっとカスタマイズキットこっちに落ちてた気がしたので、ちょっと取りに行きましょうか。2個拾っときゃよかった。ウージーとベクターで今回はドンカツつかみ取ってやろうかなと思います。はい、がっちりね。ウージーはもう話題の、レーザーサイトウージー、そしてベクターはシュラウドベクターということで、まあもう黄金タックだな。まあ、ただもうベクターのね、有効距離っていうか対応できる距離が、まあ、広すぎて AR 使う必要ないよねっていう意見とかもまあちらほらあったり、まあなんか僕はよくわかりなんですが、俺は結構いろんな武器を使うんで、ちょっとよくわからないんだけど、まあ、皆さんね、何かご意見があったら、ぜひコメント欄の方にね、書いてほしいです。僕もですね、まあ、それを読んで、あ、なるほどね、納得しましたって、運営さんにね、しっかりと、共有させていただこうと思います。はい、お願いします。ということで、ベクター探しの旅が始まっていくんですけれども、ベクターはですね、現れてくれません。本当にね、武器を探すとないんだよ。だからさ、武器探したくないんじゃ。しかも今回はさ、ダブルで見つけないといけないっていうね、いつもよりもですね、難易度が高いということで、非常にですね、迷惑してます。頼むから早く見つかってください。ありません。ウージーはめちゃめちゃ落ちてるな。で、見て、ウージーのさ、切り替え速度やばくない？めっちゃ速いっていう。これもですね、まあ、強化点の一つなんですが、ウージーがこんなにさ、強化されたら、もうみんなウージー使っちゃうから、俺だけのウージーじゃなくなってさ、本当になんか悲しい。寂しいな、ちょっと。少し寂しさも感じますね。はい。いやー、ちょっとないかな、ベクちゃん。あったー、はい、ベクちゃん、ありがとうございます。さあ、これでですね、揃いました。こういうことなんですよ。はい。あとは、なんか、ちょっとベクターのなんか、あれが欲しいな。大容量とか欲しいですけど、これ。シュラウドベクターと最強ウージー。もう、この2つが組み合わさって負けることなんてないでしょってね。まあ、みんな思うかもしれない。まあ、僕も、実際にね、使ってみて、試していこうと思う。ただちょっとウージー、あれベクターとかのさ、これアタッチメントが欲しいな。アタッチメントカモン。アタッチメントくれねえか俺に。てかアンチめっちゃいいじゃん。知らぬ間にアンチ入ってました。オッケー。ということでね、まあ、ただ俺ベクターさ、あれなんだよな。サンスコとかで俺使いこなせないんだよ。だからちょっとベクターは、バイプルが欲しいですけど、バイプルサイトないんですか？バイプルー。バイプル何かい？はい、まずはベクター。はい、強し。この距離でも当たりますよと。これが SMG でいいんですかと。てか、まずね、ベクターの見た目がさ、おかしいんよ。これなんだこれは。見てくれみんな。これベクターちゃんと見たことあるか？見てください。何これ？とても SMG とは思えませんね。なんか、MK47 ミュータントがまるで先端にくっついてるかのようだ。まあ、つまりこいつは SMG じゃなかったんや。多分 SMG じゃないでしょうね。AR の部類に入ると思います。このごっつい見た目は。はい。ということで、ないんかい。角間が欲しいな。角間が欲しい人生でした。ああ、ありません。じじい、終わりです。ちゃんちゃんちゃん。ちゃんちゃんちゃん。ということで、残り生存人数なんと4名。マジけ。このアンチの広さで4名はさすがに怖いね。多分もうあとは人しかいないでしょうね。は？このところに、は？落ちてる。カスタマイズキット SR が落ちてます。ダイイングメッセージだ。怖すぎ。
近くに 100% 人いるじゃねえか。やっべえな。一旦これどうしようかな。セルフ AED 拾ったかな。買うもんないね。うん、買うものはなしと。フレアガン拾って、ちょっと装備整えますか。ああ、なんか来た、なんか来た。おー、俺の方来たら死ぬぜ、正直言って。腰打ちも最強だし、中距離もやれるっていうな。あいつ何やってんだ。あの野郎何やってんだ、俺に。あ、は、いた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 。マジか、俺の位置分かってたの、それ。やるやんけ。ただ、俺にはベクターがあるから最強なんだよな。わーお。ちょっとこれ、これこっちに変えましょうか。はい。角間が足りないんで、人員不足しちゃってるんでね。大企業こんがり。まさかのブラック会社で草。ちょ、待て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 。うっさいってどこから撃ってきた？あれか。あんなとこからね。めんどくさ。オッケー。あー、ジャパン！くっそ！ちょ、一旦 AED な。あいつやりやがったな、マジ。SLR 強し。マジでさ、こういう風にですね、まあ、負けることもあると。最強ベクターといえどね。うん。こういう結果を、まあ、みんなにも一旦知ってほしいと。はい。まあ、ただ、不死鳥こんがり爆誕するので、まあまあまあ全然余裕ですよと。あいつちょっと俺にさ、1HP 使わせやがったな。あ、てか何やってんだ。はーい、私のエイムがゴミでしたと。すいませんね。あとちょっと、あとちょっと。マジか。いやー、今のは俺のエイムだな。完全に。ただ、敵は結構ビビってるでしょう。さあ、グローザ？は？え、何？グローザ？え、どっから？今、グローザの音しました？え、なんかいきなりタイマーになったし。え、目の前グローザなの？グローザ SLR ってこと？ようわかりませんが。一旦車破壊しときましょうか。あの車をですね、まずは燃やしておくと。車のさ、足潰さないと俺に勝ち目ありません。オッケー。これでまあ燃えたんで、まあ敵はですね、まあ僕と同じ状況だな。あ、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 奥にいる。は？え、あいつにしばかれたってこと？マジか。マジ？じゃあしばき返そう。昨日の敵は今日の味方って言ってね。あいつしばくわ。はーい、結構当てていく。これがベクターよ。はーい、これが最強ベクター。この距離いけるっていうね。まあ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 、ぶっ壊れ具合が分かったかと思います。はい、ちょっと。ウージー、使わなくて済んだんだけど。はい、ウージーは、近距離ですね、最強です。はい。まあ、ただ、まあうん。今の環境はこんな感じなんですが、みんなさ、車って知ってるか？車の中にさ、あれ武器入れられなかったっけ？だから、俺車の中にさ、SMG 入れときゃいいんじゃないかなって思う。SMG 嫌いな方。SMG には SMG を。目には目を。歯には歯を。SMG には SMG をということで、車の中にさ、SMG ぶち込んで、まあ、ウージーカスタム2ぶち込んでおいて、で、終盤になったら、AR と SMG 切り替えるみたいなね、そういう戦略とか面白いんじゃない？ニューステートってそういうことができるから、僕はですね、まだまだ、なんか無限の可能性秘めてると思いますよ。はい、正直。車ムービングする方はですね、まあぜひ車にですね、武器、全種類ぶち込んで、好きな時に好きな武器を使える、まあそんな戦術があってもいいのかもしれません。以上、こんがりでした。じゃあな、じじい。